どうも、大和です。う大和中学校。ビクさんです。ヨンヤンです。大和ですさあ、今日は布袋智泰さん。はい。いや、来ました。ここでね、ラジオブースみたいな、ちょっと普段のセットと違うけども。は、もう、それはいらないです。大丈夫です。もう、布袋さんは。おっさん、そもそも、これはね、皆さん見てる方。 王様のエアギターは全部ホテイさん。そうなんですよ。モデルがそうですそうです。すごい足のステップとか、うん、そういうギターのあのこのね横じゃなく縦に持つ感じ。はい,はいはい。あれは全部ホテイさんです。ホテイさんのおかげで世界一になれた。そうです。もうそれは言います。ホテイさんのおかげですよ。ホテイさんのコピーのつもりでやってましたから。だからさ、ホテイさんってさ、まあホテイさんの今日今からすごいとこいっぱい行っていくるけど。 結果世界に行く人なんだよね,ね結果布袋はワールドそ<う>補はもう世界です世界がほっとかなかったわけだからそうだよね、えー、本人が言ってもやっぱいろんな人たちがやっぱ布袋布袋って言うぐらいだからそうだよねだってご,ご本人もだからそれで知ったんだよねだってツイッターで僕が優勝したのを布袋さんの布袋、うん、さんの動き布袋さんを僕は完コピーさせてもらいましたって伝えてそしたら布袋さんも「ありがとう」ありがとう,ありがとうって <laughs> 今回だから要は武道館でね、うん ライブややって2日間初日がボーイ時代の楽曲ボーイ時代コンプレックス時代,ス時代そして2日目がソロと<ロ>いうことでまあ本当僕らそれこそお手さんが40周年ですけど、うん、まあデビュー時はさすがにリアルタイムではなかったで、ね、ないですね僕ら1972年生まれで中、はい、3の時14歳の時に大内さんと一緒にまあ同じクラスでそれが1986年か6年かあれはだから要は実は僕らが中3の時のクリスマスにボーイの解散なだった、うん、そうだ だからマリオネットがもう日本上を設計してる時に同じクラスだったねそうそうそうクラスメートのボーイのファンの女子が泣き崩れてるのを覚えてるもんはい、あ、初めてだからそのボーイを教えてもらったのも俺多分落ちたんじゃないかな俺かな俺かもしれないなですごく俺が感謝してるのは、うん、ボーイを知れたことで、うん、エルビス・コステロとか、はい そうだから UK の UK そうそうそうイギリスの音楽をね何だったらそれ,それこそ布袋さんの,、うん、そのコラブとか読んで、はい、ポップグループとかお<ー>そうそうポップグループの CT とかき買ったのは布袋さんのおかげははははいいいいだからニューウェーブの音楽を知れたのは本当にその、うん、でやっぱりそのボーイってやっぱりニューウェーブのバンドじゃん、うん、そうなんだけど、うん、なんだけどこれがすごくここなんか言い方が難しいんだけど 実はニューウェーブのコピーではないよね。もちろん、もちろん、もちろん、オリジナルのあるニューウェーブ感そしてさらにそこはやっぱ。パンクから流れてきてる、あのニューウェーブ感あるじゃないですか。ちょそもそもボーイの話しようか。そうそう,そうそう、ボーイから話しようか。話いや、俺そうもあるんだけど、よ、うん、はさっき言ったパンクなったの、最初。で、なんかのね、ボーイがやっぱ好きだったから、うん、あのインターネットの時代になって、昔のね。うん、そのボーイの、あの、そうなんていう、海賊版のテープとかで、元に。はいはいはい こう調べてるるやつがいるのよネットにはそしたらそのパルコかなんかで、ね、要するにシンジクロフトのイメージを一回脱却して、うん、パルコかなんかあの辺の渋谷でライブをやった時の手だでその日から急に衣装をカラフルにして、うん、サウンドもミディアムとか、うん、ちょっとニューウェブ感の強いナンバーを多めにしてそれが要はあのー、1ヶ月後にメンバーが2人だったりするんだって。 あじゃあモラルルの時ってことそそそうそう,そうそのセカンドアルバムの前,、うん、前インスタントラブとモラルの間だだからそれってそのページもやってるんだけど、うん、要は日室さんも試行錯誤で無視してるんで衣装がカラフルになってる、うん、つまりその時って、うん、布袋さん主導でボーイのサウンドを変えたいってことて、うん、つまりニューウェブに一気に、うん、もっとねりりいというそうそう,そういわゆる日本のそのビートの まあでもビートってすごく大事なことなんだけどパンクロック的なものからニューエーブリアとこうバンドサウンドを試行錯誤しながら変えていってる時の感じのやつなんだよね。それはお客さんも戸惑って,んだって、うん あなるほど今まで見てたボーイとはちょっと違うしちょっと違うシンジクロフトの噛みつくようなあの日本語のファーストって俺たちも聞いた時にさえこんなんだったんだみたいなそうそうそうこんな感じでなんかちょっと尖ってるっていうかねでも一つだけ言えるのはすっげえポップだよねめっちゃポップキャッチーだファースト聞いてもキャッチーだから俺さニューウェーブであったりパンクであってもいわゆる布袋さんが作るメロディーって歌物のポップさがあってそれがすごいと思うよ あのまああとで後にねやっぱナンバーベストいいいってきます今日で俺は「ブルーバケーション」やっぱすごいと思っていこれがあのつつまりボーイがさっき言った「ファースト」でパンクの提示をしたいわゆる日本語ロックのパンクロックその時の結構吐き捨てるような風刺みたいな皮肉みたいな歌詞とか攻撃的な歌からセカンドにいわゆるこれが「ニューウェーブ」模索機「インスタントラブ」。 でサードで、うん、まあサクママサさんっていう,、はいうね、有名なプロデューサーこの人すごい人でプラスティックス、はい、まあ要はだからニューエイブをもう知り尽くした知り尽くしてるしもう自分で改革してた人だよねしかも、うん、あのいわゆる日本のそのチャートの中に後にわかるで、はい、やっぱグレーとかさ、はいはい ジュリアンマリーとかさエレファントシマしかめっちゃ売れた時のプロデューサーだったりするわけじゃん音作りのプロだよつまりどうやって届けるかってことに関してものすごく俺ね布袋さんはねあれすっげえ見てたんだと思うジャスターヒーローで要するに布袋さんになるわけよプロデューがプロデューサーだよねそう4枚目からそうだから3枚目4枚目ってすっげえ大事だで結果やっぱその4枚目ジャスターヒーローがみんな最高傑作っていうのは要はあバンドボーイってこういうことやりますうん これがなんとなくこの一二三でできました。うん、今できること全部やっちゃいましょうっていうのがこれ四枚からジャサイヒロね。ねはいはい、でこのブルーバケーションって曲は後にやっぱりホテーさん一人の時もやられるし、こな、うん、うん、だったヒムロさんもソロになった時もやってる,ってってるね。そうそうそう。ブルーバケーションえぐいのなんかさか中東系のイントロ<う>何やね。うん だからさちょっとピートルズのさ、うん、あのリボ,、あのー、リボルバーみたいな<の>要は長寿ジョージ・アレスがやっぱそのアラビアな感じのインドっぽいのにすごくあれ感化された時にやってるような要素であれさイントロがさテリ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 テイントロがこうギターのアルペジオみたいなで始まるんですよ、うん。始まってね。そしたらさ A のメロが始まったら、うん、つまりロックンロールの定義でロックンロールってリフがあったらね、うんはい 例えばミッシェル・ガイルファットっそうやって曲作ってたんですよ要はリフをまず作ってその上からメロディーを乗っけるそうするとグルーヴが残ったままでロックサウンドとして確立するっていう分かりますそれがやっぱり歌を歌いながらコードを弾いていくとそういうふうなアレンジになんないわけよなこれ超大事でミッシェル・ガイルファットってそうやって作ってただからまあロックンロールバンドなわけよそしたらさ あの曲テレテテ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 て、テテテてテてテテテテテてテてテテ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 うテテ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 テてテテ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 テてテテ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 ていうさ A と B すテげーメロディアステテテテテテテ でサビになっっったら歌としてててブワーーストトレくやつだからもうそのニューウェーブのサウンドなんやけど出来上がったものはじゃあ外国の人が作るロックとはやっぱちょっと違うどう考えてもオリジナルこの国でしかできないオリジナルのロックンロールやないかなっていや確かにすごいねそれは。 面白いい話だだなから俺あれ知りたたの本人にっ要は例えばじゃヒムロックが作った「クラウディーハート」やったらイントロがアルペジオでででもあのでも歌物に入る前にジャッジャってギターのコードに映るじゃんだからやっぱり弾かれたてに歌うわ分かる言ってる意味だから「ブルーバケーション」は違うのよリフの上にメロが乗ってるから「ロックンロール」のモードちょっとジャムっぽい感じで作ってるでも乗ってるメロディーが超メロディアスって Donald バッドフィーリングあるバいよねッフィーリングを氷室さんがもともと歌って布袋さんはギターだったりしほんであの時のカッティングのバッキングのやつは相当あれも難しいとあれはもう布袋さんにしかできないあれすごい難しいし再現できないできない人はコピーできないカ璧。プそれもすごいんだけどずっとあれがリフなのよあれリフなのよとこれ知らなかった俺で、これまた今回ちょっと布袋さんのこと喋るから調べてきたの。 ロックアーティストとかアイドルって変なキャッチコピーあったんですよ。うん、ああ、はいはいはい、りんごの似合う男の子とか,かそ、ね。かそう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 、ねはいはい、誰よリンゴの似合う男の子って。っもう西条秀樹さんしかいないじゃん、そんなもん。<laughs> バンホンと。彼、<laughs> <に>そうそう。だって当時さ、だけだろ当時渡辺理沙さんがさ、ロックを母乳で育ちましたっていうさ。<laughs> ちょっとダサいコピーだったの、確か。 中森明菜さんがちょっとエッチなミルキーことが <laughs> そんなねあったら80年代っいでもしかしてわかんないネットに出てきたんで当時多分すぐ出してはやめたのかもしれないですけど、うん、ボーイって83年に一応キャッチコピーみたいになあって、うん、アフロカビリって言うんでああ<ー>そう。 これ面白いと思ったのつまりここでいうロカビリーって50年代のロカビリーじゃなくて当時ストレイキャッツとかだからリーゼントの。だからネオロカビリーっていうのが実は世界で結構ブームだったんだよね。ロカビリーが新しくいわゆるちょっと鉄みたいな感じのねさらにそれにちょっとブラックミュージック的な要素を俺たちはさビートバンドやからあくまでもそ UKUK でてとらわれてたけど。 本人たちは実はその要素として新しくミクスチャーしてたわけでも確かにそれはあるなでグレッジとか持ったりしてたんだってめちゃくちゃいブライアン・セッターみたいな感じのねでいうとさっき言うと、うん、やっぱそのボーイってなった時のファーストシングルって、ねうん、ホンキートンキー、うん、あれ要はさジャングルビートじゃん、うん そうああれれ黒いいいのよよよめっちゃいいよねよねねんだでもやっぱあの曲よく考えたボーイの中でもちょっと異色のナンバーででもあの時すっごい意識してたよなってあとそのこれシングルのカップリングで俺も大好きな曲なんやけど「はいうん、シ60」ってはい,はいはい。これ知ってる「シックス60」スティーあれをちょっとビートで言うとそれっぽいんだよねあれやっぱ布袋さんのギターがやっぱメロディもリフも全部跳ねるじゃん跳ねる跳ねる でいろ俺も調べたんだけど、うん、やっぱ布袋さんってメロディーも秀逸だしもちろん耳に残るポッ,プで、ね、ポップですごいんだけどはあ、はあ、とにかくリズム感だなるほどあの人のあのリズムキープで全部グルーブが生まれてはあ、はあ、だから俺エアギターする時に絶対ステップ踏んじゃうじゃんはあ,、はあ、あれって布袋さんのもうかあのだからボーイの時とか布袋さんの曲やる時はだからあの人のこのあの跳ねる感じ。だから 一口にニューブじゃないんだよだってニューウェーブ原理主義の人はちょっと違和感感じるもんねボーイがボーイがニューウェーブって言われたらだからソウルミュージックの素養もあるアフロビートもあるさらにエレクトロな感じもあるっていうでロックンロールであるってパンクロックであるだからいやだから一口に言えない言えないねそうでボーイってやっぱすごい名前の言う通りこのどこにも属さない超オリジナリティのある ボックバンドやなっってて改めて思ったそれが何が一番すごいってこんだけ大衆に受けたっていうのがやっぱその当時のライブを見に行ってた人それこそロフトからちょっと会場がちょっと大きくなる時のライブを見に行っていた人のレポを見るとやっぱ下のエフェクターの数はすごかったって言っててそれってやっぱ試行錯誤をものすごい繰り返し音作りをめちゃめちゃ,めちゃ 何度も何度も繰り返してやってたんじゃないかなって思うよねだから俺はやっぱりその完成度が高いからジャスター・ヒーローってみんな簡単に言うけど、うん、じゃなくてバンンドドサウンドを手に入れたっていうことだったもんだんよねうん、うん、だ俺は個人的に言うとそのビート・エモーションとかサイコパス確かにいいアルバムやけど、うん、発見っていう意味で言うとやっぱ圧倒的にジャスター・ヒーローとボーイがすごいバンドが出来上がるスリリングさがある中期枚って言われるんだよでコンプレックスという。 グループこれもすごくまあキッカーさんと2人のユニットだったけどこれもだからやっぱり当時布袋さんの中では挑戦だったんだろうな挑戦かそっかで吉さんって肉体的なボーカリストがすることによってよりそのポピュラリティがだからすごいグラマラスなるほどね確かに肉体的って本当そうだよねそうそう肉体的なボーカリストとし大体育会系だし指の先から足の先までさ もい運動量高い人が歌うことでうん、うん、でもやってるものがもともと2人ともそのデビッド・ボーイとかブラウン・フェリーが好きだからそういうちょっとロマンティックで、うんうん、グラマラスなものっていうものを絶対イメージしな、うんはいか、は、ら、い、ファーストのジャ,もうジャケットはそうじゃん、うん、だからなんかその愛しているのさ苦しい音とかさ今、はい、すべって音がさロマンティックじゃん <laughs> <そ>れ <laughs> これね実はやっぱり、ね、俺ホテーロンを喋った時やっぱ言いたいけど、はいうん、超ロマンチストなのあー ね、おともやすロマンチックや。なるほど。スピードワゴンオサくやロマンチスだね。<laughs> 本当に固定ルさんだよ。ちょっと甘甘さもあるんだねやっぱ。甘いよ。超甘いよ。<laughs> すっごいロマンチック。レグネットだとわか,かるな。うん、確かに面白い結果でねそれ。チャンネル登録してくれ。